You're listening to Shibuya Cross FM. この寒さ、視聴者の皆様どうかお体にはお気をつけくださいませ。そして花村学園キャストも先週全員 PCR 検査を受けて、おかげさまで全員陰性でした。よっ、はい、あと2週間、はい、感染対策を万全に本番を迎えましょう。それとお客様にも公演を見ていただくために健康が第一番です。体調には十分皆さんもお気をつけくださいませ。コロナはウィズコロナでお付き合いするしかありませんね。手洗い、うがい、マスクを気を緩めることなく頑張りましょう。さて、私は花村学園脚本演出のヨミです。そしてキャストでは、皆さんこんばんは、花村ゆり子です。学園長なきあと、この恵まれた華やかさと美しさで我が花村学園を守っていきます。皆さんどうぞよろしく。はい、この番組はハイパーダンススタジオ、スタジオ YDU とアニマルワールドカップ2020様のご提供で、ここ渋谷クロス FM サテライトスタジオからペットとの共生をテーマに生放送でお届けしております。そしてゆり子の隣にいますアシスタントパーソナリティは、就活ハウスそのまんま層代表たっくんこと、花村学園ではテーマパークの御曹司カレンちゃんに恋心を持つ井桜隼人くんです。はい、テーマパークの御曹司井桜隼人役です。井桜隼人とお呼びください。はい役の役とあれが今重複しましたよすいません、本人の名前は、はいはい、本人は今日は荒木と申します。よろしくお願いします。今日は、今日は日替わりなんだね明日は何かな。こちらの番組では、はいはい、皆様からのご意見お便りをどしどしお待ちしています。はい、どんなご意見でも大丈夫なんですので、うん、はい、こちら、はい、info@shibuyacrossfm.jp までお待ちしております。はい、隼人くん今日も元気いっぱい華やかによろしくお願いいたしますわよ。お任せください。イエーイ。はい、さあ始めましょうか。まずは朝礼からです。本日出演のキャストの出席を取ります。最初にお芝居なら何でもお任せあれ、引き出したくさんの高木秀人くん。花村学園では高校生にして、なんと私ゆり子のお姉さま蘭子先生の旦那様、越後屋一之進くん。はい、越後屋一之進役の高木秀人です。引き出しをいっぱい頑張ります、はい、もうダメだけど、はい、一之進、はい、蘭子お姉さまがいないからといって気を許しちゃいけませんわよ。はい、気をつけます。油断大敵ですわよ、はい、そんな蘭子お姉さまからなんとメッセージが届いてますよ、うん、ドキドキする。ではご紹介させてください。お願いします。一之進、今日のラジオ出演楽しみにしているわ、うんうん、おいしい晩ご飯作って待ってるから頑張ってね、今日おこだそうです。え、蘭子だそうです。本名じゃない、え、本名なんですか。京子さん、あれやだわ。いや、これカットした方がいい
いやいやいや、これ生放送、はい、あ、ないですないです、ラッコ先生としてちょっとね、あの試したんですわ、きっとね、はい、ラッコ先生言っちゃダメですよ、はい、そういうことは、はい、感想を述べ、うん、いやもう本当、家でガチャタース日本語でお願いします、はい、はい、それでは、うちのしんくよろしくてですね、はい、はい、続いて、お芝居エスコートならお任せ沢田優君、花村学園では瀬戸コーポレーションの御曹司、そして何といってもこの私、このゆり子に思い寄せる優しき貴公子、瀬戸椿君。はい、皆さんこんばんは、ミルキーボーイ瀬戸椿の役をさせていただいてます、沢田優です、よろしくお願いいたします。はい、椿君いつもありがとう。でも私は先生、あなたは生徒、分かってますか？ゆり子先生、所詮立場は立場ですよ、関係ないですよ。もう本音を言うと、ゆり子もいいかなとちょっと思っちゃってるのよね。椿くんの弟のいつきくんからお便りが届いてます。はい、お願いします。はい、ではご紹介させてください。はい、椿兄さんへ、うん、いつも優しいお兄さん、硬いなあいつ、ダンスがかっこいいお兄さん、うん、毎日稽古場で僕のわがままに付き合ってくれてありがとう、うんうん、たくさん意見を聞いてくれて、やってみるかって言ってくれるお兄さんが大好きだよ、うんうん、本番も頑張ろうね、いつきよりとのことです。素敵なメッセージですね。なるほどね、さっき僕には一言だけだからって言われたから、うん、なんだと思ったら、なんかちょっとあのつばくうるうるしてるんじゃないかしら、大丈夫、まあでもね、あの人前では涙流さないんで、はい、おかっこいいですわ、後で泣きます。そうですね、泣くんじゃねえか。はい、ではですね、次はですね、はい、現在は女優業シンガーの、猛勉強中の、はい、白川あやめちゃん、花村学園ではロシアのバルチック、艦隊、はい、を撃破した名将東郷平八郎の末裔、はい、甘やかされてわがまま放題に育った姉と一緒のね、お姉さんがクララさんの妹のうららさんです、みんなと竜兵くんの前ではコロリと態度を変える東郷うららさん。はい、皆さんこんばんは、東郷うららです、よろしくお願いします。って何見てんだよ、これ限定なのね。うららさん、花村学園の一員としてお上品に来てくださいませね。おぎゃー、そんなクララさんのお姉さん、うん、あ、間違えた、うららさんのお姉さん、うん、クララさんから、うん、なんとメッセージが届いてますよ。おー、待ってました。はい、では読ませていただきますね、うららへ、東郷家な、酔っ払ってる、プライド余って、今日もしっかり締めてくれよ、うちのシアターに写ししっかり見てる Z のことです。全然内容入ってこなかった。いやでもほぼモノマネ100人いっちゃった。ちょっと入ってこなかったけど、姉ちゃん任せとけ。おさすがですね。はい、はい、続いてはですね、はい、劇団なるの座長にして演技には妥協を許さぬ、はい、動画平のぞむさん、はい、花村学園では生徒のミカリにぞっこんの、そうなの、英語が苦手なイングリッシュティーチャー、お塩先生。はい、久しぶりの登場でございます。久しぶり、お前とはさっき会ったばかりよね。お塩淳之介役をやらせていただく、動画平のぞむでございます、はい、お手柔らかにお願いします。はい、お塩先生、花村学園の教師としてピシッとお願いいたしますわよ、うん、頑張りますなんかね、今ねこうなってる感じがするんですわ。まだちょっと心の距離が、あ、そうですか、石曲がりましたね、はい、そんなお塩先生に、うん、なんと続婚中のミカリンからメッセージが届いてますよ。マジですか、はいはい、なんと、はい、はい、いいですか、はい、じゃあお塩先生、はい、ミカリン、前回の英語のテスト失敗しちゃった、失敗しちゃった、お塩先生、ハート甘く採点お願いします。ハート、ザ・ミカリンは竜兵様を、あ、さ、ミカリンは竜兵様を探しに行こう。なんか上げて下げる感じですね。なるほどね、うん、うん、ミカリン、まあ、ミカリンっぽいね、そうだね、まあ、採点だけは甘くして、あとは自分は竜兵君を追いかけるってことですか、うん、あのミカリン、君何言ってるかよくわかってるかい、うん、うんうん、甘めにしよう。おい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 、簡単だな、うん、はい、まあそういうことですわね、うん、どうですか今日はね、お便り三昧でございましたね。よ、いやー、はい、そうですね、もうお便り来るとテンション上がってきちゃいますね。うん、お静かにしてくだ
あ、うるせえんだよ。はい、すみません。限定ですね。すみません。ごめん、ごめん、本当ごめん、本当にごめん。わざとらしいですわよ。はい、ほらほら、皆さん、いよいよ迫ってきましたわよ。はい、今月も26日、27日の滝の川会館での公演、楽しみですわね。稽古も楽しく真剣に進んでおりますわよ ね、はい、みんなで力を合わせて最高の舞台にしましょうね。頑張ります。頑張ろう。さあ皆さん、ホームルーム始めましょう。さあ、ホームルームの時間です。まず今日のお花のご紹介です。はい、うららさん、ここは可愛くよろしくお願いします。はい、では東郷うららが本日のお花をお届けします。はい、本日12月13日の誕生花はクリスマスローズです。花言葉は私の不安を和らげて慰め中傷です、そして今週も Facebook のアート集団、アートに翼グループの皆さんからとっても素敵な作品をご寄稿いただきました。この素敵な絵とともにお花をご紹介します。はい、さてそれではクリスマスローズのメッセージ、花メッセージはこちらです。寒い冬に美しい花を咲かせるクリスマスローズは、中世の騎士が私を忘れないでという思いを込めて恋人に贈ったロマンチックな花と言われています。少しうつむき加減の淡く美しい花とその香りは、不安で心が落ち着かない時や感情が高ぶっている時、優しく寄り添い心を和らげてくれます。僕にぴったり。また寒さに負けず雪の間から美しい花を咲かせるそのたくましい姿から、ひたむきに思いを告げる真の強さを受け取ることができるでしょう。はい、今日のメッセージは、一般財団法人国際花と緑のセラピー協議会、花セラピストインストラクター常沢泉先生です。常沢先生は大阪からオンラインで海外へ花セラピーを世界発信している先生です。まあ今日もまた私ゆり子のことを言ってるの花じゃないの。そうですね、ゆり子はね、ひたむきに思いを遂げる真の強さ、そう、それがゆり子なのよ。皆さんもそう思うでしょ。全くその通りです、ゆり子先生。僕の立場的にはハイとしか言えませんが、木野真君、無理はいけないよ。男なら決してごまなんてすらずにね、こう、ゆり子先生、その通りでございますよ。なんだよ、お塩よ、情けねえな、一本気ねえな。お塩、ゆり子先生、うらら、その通りだと思います。いい子ですわ。キャラの変な。はい、はい、やはりゆり子のが美しいということで収まりがつくんでございますわ。ね、マキ君。そうですね、ゆり子先生、そう、本当にそう思う。あ、ごめん。ごめん、一郎氏。アタックした、アタックされました。はい、はい、じゃあゆり子先生、そろそろ1時間目始めましょう。はい、では1時間始めましょう。はい、本日の1時間目は犬猫通信と参りましょう。では、ハヤト君よろしくお願いします。はい、それでは井桜ハヤトが今週の犬猫通信をお届けいたします。はい、はい、お願いします。はい、今週の犬猫通信はある本を皆さんにご紹介したいと思います、はい、実は、今私たち東京都から番組をお届けしてるんですけれども、東京都では犬猫の動物実験が NG の件なんですね。素晴らしいですね。ただ、もともと昔は知ってたんですけど、その動物実験を NG に変えた、そういうきっかけとなった本があるんですよね。その本が、リメイクで3日前に再発売になったので、はいはい、5日前だ、その本をご紹介させてください。はい、はい、はい、実験犬シロの願いという本なんですけれども、その犬猫が保健所に捨てられた犬とかが行っちゃうんですけれども、その後に実は1300円とかで実験とかになってしまうんですけど、そういうのを本の力で、私たちと同じアートの力ですね、その力で東京都っていう大きい行政さえも変えたっていう本なので、実験犬シロの願い、ぜひ機会があったら読んでみてほしいです、はい、また私たちもそういうアートの力でこのペットも大事にしたいって思いをきっと届けられるんじゃないかなっていう思いで、この本をご紹介させていただきました。もう発売中なんですか。はい、実験犬シロの願いです、はい、お塩先生、はい、終わったらすぐ買ってきてください。英語の教材に使ってほしいです、はい、かしこまりました。はい、ハヤト君、今週も満点でした。それではこの辺で今週の1曲目をお届けしましょう、ではうららさんからご紹介ください、なんとうららさんからスペシャルな発表があるみたいなんですわよ。はい、はい、ではうららからご報告させていただきます。はい、
この度番組で公募していたゆり子先生のオリジナルクリスマスソング A True Love For You を歌う人大募集の企画で、この東郷うららこと白川あやめが歌わせていただくことになりました。おおおめでとう、おめでとう、おめでとう。はい、まぶらちゃんおめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あのね、これからご覧いただくんですけども、はい、うららさんからこの曲を歌っているデモ動画をいただいた時点でね、このイルカピーッと来たくらい、はいはい、本当に素敵に表現してくださるんですよ。うららさん、まあ、自分で言うのもなんですけど、素敵な曲に出会いましたわね。本当に歌わせていただけることになって幸せです。頑張ります。ありがとうございます。素敵ですね。真面目なのか、あなたのような人に歌っていただければこの曲も本望というものですわ。それともう一つスペシャルな発表があるんですよね。何があるんですか。はい、実は花村劇の公演ではこの曲になんとすごいグループのキーボード奏者様が特別に伴奏していただけるんですわよ。ほうほう。なんとあの伝説のロックバンド、いいですか、アースシェイカーのキーボードリスト、ほうほう、江川俊雄さんが伴奏してくださることになったのです。孝太郎くん、孝太郎くんだ。今キャストの一人が遊びにいらっしゃいましたね。孝太郎くん。はい、はい、はい、そうなんですよ。はい、はい、この画面の一番左の方です、うん、とても優しい方で、先日音合わせのレッスンをしていただいたのですが、うん、本当に丁寧に教えていただいてすごく歌いやすかったです、うんうんうん、はい、ESP 学園という音楽学校で先生もされていらっしゃいます。本当にこのご縁は感謝ですわね、うん、本当、はい、花村学園ってたくさんいろんなご縁がすごいですね。すごいですね。各業界から皆さんの素晴らしいからですわ。はい、はい、ではお願いします。うららさん、曲紹介お願いします。はい、ではそれでは私、東郷うららがお届けします、はい、白川あやめで、A True Love For You お聴きください。
白川あやめさんで A True Love For You をお届けしました。本当に素敵な歌声ですわね。ありがとうございました。はい、さあそれではここから2時間目です。ゲストの先生をお招きしての授業です。はい、では隼人くんよろしくお願いします。はい、それでは皆さん気をつけレイ、よろしくお願いします。はい、今週の先生はおなじみアニマルワールドカップ、委員会理事長の勝俣和義先生と、はい、はい、そしてこんばんは、はい、一般社団、一般社団法人スマイルウォーキングクラブ代表理事高木真理子先生です。はい、よろしくお願いします。勝俣先生はもうゲストというか準レギュラーという感じで、はい、安心感満タンですわ。はい、任せてください。はい、はい、男らしいタイプ、タイプ。はい、最大の褒め言葉です。はい、今夜はようこそいらっしゃいました。お邪魔します。よろしくお願いします。はい、それでは改めまして高木先生をご紹介いたしましょう。隼人くんよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは高木先生をご紹介させてください。はい、高木先生は福岡県田川市のご出身です。はい、ほとんど炭鉱の町だったみたいですね。血液型は O 型だそうです。ただ、そうですね、モデルとしてコムデギャルソンでデビューをされましたと。あのコムデギャルソンです。またその後世界的有名な一世三宅さんに翔平呼ばれてパリコレに参加されました。でそれで世界でいろんなとこで活躍されて、モデルとしてのキャリアを確立されました。はい、でその後元パリコレならではの実践術の話を交えながら各界でいろんなサポートをされていかれるんですけれども、はいはい、あの東京ガールズコレクションで、はい、モデルさんのウォーキングだとか、モチベーションの維持の仕方をご指導されたりだとか、あとは海外で活躍されているモデルさんにそのさっき言った指導や有名タレントさんに対してもご指導されているそうです。また歩くことって実はすごく大事っていうことを広めるためのウォーキングメソッドを検定とかを交えながら正しい姿勢と歩き方っていうのを今インストラクターの育成込みで力を入れていらっしゃるそうです。で、あとちょっとだけご紹介させてほしいんですけれども、はい、実はあの知的障害者の方に、とその保護者に向けた自立できる訓練、自立訓練と知的障害者の地位向上を目指されていた一般社団法人スマイルウォーキングクラブの代表理事をお務めなんですけれども、そこがすごくて健常者に負けない、世界のステージに立てるエンターテイナーを育成するっていうことが目標で、それがノーマライゼーション、皆さんがフラットな社会っていうのを実現することを実現になるなって信じて今活躍されてらっしゃるのが高木先生です。高木先生本当に素晴らしいですわ。パリコレから指導者へ、 そして障害者の地位向上を目指すという、本当にマルチで素晴らしい活動を行ってらっしゃいますね。どうですか。いや、そんなにもう、いやいや、もうゆり子が褒めるんですから間違いなしですわ。そうですよね。はい、そしてそんな活動の中で障害者の皆様の地位向上というスマイルウォーキングクラブの活動を中心に今日はお話をお聞きしたいと思います。でもまず何といっても憧れのパリコレについてゆり子お話を聞きたいですわ。パリコレってどんな世界なんでしょうか。表はとってもね、華やかなんですけれども、はいはいはい、やっぱり裏はもう世界各国から、もうすごい数のモデルが集まりますよね。はいはい、もうそれでもう一気に1週間2週間でバーッとオーディション回って、ショーに出ていくんですけれども、やっぱり裏はかなりもう大変です。やっぱり女性の戦いというかそうなんですね。そこを勝ち残ってというか、そうですね。はい、ではお話なんですけど、ちょっと戻させていただきまして、はい、そもそも高木先生が障害者の皆様の地位向上に努力しようと思ったきっかけは何かありますでしょうか。ですね、はい、本当にモデル時代からなんですけれども、やっぱり私、実は大学を出てない高卒ということで、やっぱりモデルを辞めた時に何ができるのっていうふうにいろんな方にちょっと、バブリーな頃だったので、はい、そういうことをちょっと言われたので、はい、すごくモデルって地位が低いんだなと思いました。はい、今のような感じはなかったですね。やっぱりファッションモデルっていうのはもうただ歩くだけっていうふうに思われてたので、よくそういうふうに言われましたね。で、はい、本当にモデルって地位が低いんだなと思いました。はいはい、で、そういうふうにやってるうちにだんだんこうウォーキングを教えてほしいという、いろんな方からちょっとオファーをいただいて、はい、
自分がやりたくて始めたんじゃないんですね、実は。周りから指導するっていうこと、はいはい、でもなんかそうやってなんかなりたいっていう人がいっぱいいるんだったらぜひと思ってちょっとやってみようと思って、あの実は20もうちょっとパリコレ行ってちょっと忙しかったんですけど、20後半ぐらいから実はちょっとずつ月1回ぐらいだったらいいよって言って教えることが始まって、でその後に今度やってるうちにそのまあ知的障害者の人たちにまあちょっとご縁が、もう本当に深く考えてないですね、もう本当に電話一本でなんか知的障害のある子たちにウォーキングを教えられる高木さんっていうふうに電話を知り合いの人からいただいて、そこからなんかいろいろ知的障害者の人たちってなんかちょっと私のそのモデルの地位がちょっと低いなって思ったことと、その知的障害のある子たちは何もできないって思われてるっていう、まあお母様たちのそういうお話を聞いてですね、なんかちょっと似てるものがあったんですよ。それでまああの本当にウォーキングぐらいだったらっていう、姿勢が悪いからっていうところから始まったんですけれども、彼らのやっぱりそのできないをできるに変えていくのがすごくやりがいがあるなって思って、どんどんエスカレートして今に至ります。なんかあの高木先生がなんかちょっとこの間お伺いしたんですけど、タクシーの事故に遭われたね。マリね。事故ですか？極端すぎる。いきなり飛んだんですけど、はいはい、それでも今ね、そうなんですよ。その23歳の時にですね、ちょうど伊勢三宅さん あのパリコレが終わった、ショーが終わった次の日にですね、タクシーの事故に遭ったんですよ。なんとなく変な予感がする時って、なんか下向いてなんか、海外でなんかね、事故とかあったら大変だなって思っている瞬間にやったんですよ。でその時にですね、あ、自分は死んだなって思ったんです。もう走馬灯っていうのが見えるんですよ、本当に短い時間なのにバーッと今までのこう思い出が、でその時に、まあ思ったのが、まあ、まず人って若いから、病気してないから、元気だから死なないなっていうのはないなって、そこから、まあ、まずやりたいと思ったことはすぐやった方がいいよっていうのを本当に今までいろんな子に教えてきたんですけど、明日じゃなくて今からねっていう、まあ、そういうのもあって本当にこういろんなことがこう自分でやってるうちに、なんていうんですかね、すぐやらなきゃっていう、なんかあまりこう躊躇はしないんですね。だから知的障害のある子たちにも、もう本当普通に指導するし、その何でももう別にその障害があるとかないとかって関係なく、普通に教えてます。かっこいいですわね。やっぱりやりたいって思った時が旬なので、ちょっとそこはゆり子と似てるんですが、そうですね、教えるっていうテーマだった、ご一緒ですもんね。ちょっとね、比べてはいけないかもしれないんですけど、やりたいことは何でもするというね。ありがとうございます。そんなとこからですね、最初でもね、先生も3組から始められたと。本当に3組の親子から、はい、もう広いところで写真がまだ残ってますけど、3組ぐらいのなんかすごい広い部屋に3組しかいないのに、なんでこんなスタジオ撮ったんだろうっていうところからなんですけど、始まってもう最初はもうみんなこう下向いてこうやってこうちょっとゴリラみたいに歩くんですよ。みんなこうこんな感じで猫背で歩いてましたけど、よたよた歩いてるのがなんかやってるうちにメキメキ上手くなるんですよ。本当にすごい変化がありますね。なんかそのこの間先生とお話した時に、まず親から変わらなきゃいけないんですってことがすごく胸に刺さったんですが、やっぱり、はい、お母さんのモチベーションがこう変わると、お子さんだけじゃなくて一緒に同じ、なんていうんですか、同じ高さで、なんていうの、レッスンはやるんですよ。歩くっていう行為は、年齢関係なく、障害関係なく、なんていうんですかね、みんながこう綺麗に歩けたらいいなって皆さん思うと思うんですけど、そこから入ってお母さんがやっぱ綺麗になるとお子さん喜ぶんですよ。なんか先生が障害者だからなんかダボダボの T シャツと脱いでいけないと、はい、そして子供だけじゃなくて親もおしゃれしなさいというメッセージを、でも皆さんそうじゃなかったですか、例えば学校の、授業参観の時に、ね、お母さんがやっぱ綺麗な方がいいじゃないですか、だから絶対化粧してきてよって、ちゃんと綺麗な格好してくれねっていう、なんかあれをよくね、うちスマイル その障害者 の子たちのメンバーのお母さんたちに、お母さんたちがちっちゃい時にそういうふうに親に言いませんでしたっていうのを思い出してもらって、お母さんたちもちょっとずつ綺麗になってもらってますよ。やっぱり親から変わらなきゃいけないし、決めつけちゃいけないってことですね。可能性を決めつけているのはもしかして
お母さんお父さんかもしれないというそうですね、そうですね、はい、最初やっぱりお話聞いてるときやっぱすごいそれがちょっと感じるところがありました。あの障害者となんかまだまだでも私たち意思疎通ができない社会っていうのがありますか。あの、まあどうなんでしょうね。皆さんよくあのコミュニケーションってどうやって取るんですかってよく言われるんですけど、気になりますね。別に普通にやってます。普通でいいんですよね、うん、あの、うん、確かに、うん、言葉の滑舌の悪い子とか、うんうん、言葉がしっかり喋れない子もいます、うんうんうん、でも、うん、あのやっぱり皆さんね多分ね障害があるから聞いちゃ悪いって思ったりってありませんか、うんうん、なんか2回聞いちゃ悪いとか、うんうん、私はそれないんです。あのよく言うのは学生さんのサポーターなんかも来るんですけど、やっぱりあの聞いてわからないときは友達だったらえ今なんて言ったんだよって聞くじゃないですか、うんうんうん、はいはい、ゆり子は何回も聞きますわ。ですよね、はいはい、そう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 やっぱりそれでいくといいと思うんですよ。だから私はもうなんか何言ってるか分かんないからはっきり喋ってよってすごいガツッと言うんですけど、でも伝えようとしてくれます ね、 そうすると本当に言葉がもうワンワードでも言いたいことがやっぱり受け取れるので、やっぱりその障害者自身のその障害のある子たち自身がやっぱり伝えようとする気持ちって大事だし、健常者の方も聞いてあげるっていう気持ちがあればあんまり障害があるとかないとか関係ないかなって。そしてですね、先生のねこの素敵なご紹介したい写真があるんですよ。お、はい、写真ですか。お願いします。おー、はい、はい、モデルさんですか。あやねちゃん、はい、はい、はい、知的障害があります。はいはい、この取り組みについて少しお話お聞かせください。はい、はい、もう本当に私あのエンターテインメントとして、はい、あのやってるんですけど、はい、本当にその3組の姿勢が悪いっていう親子から始まって、うんうん、ウォーキングをこう教えてるうちに彼らのなんかその言葉じゃない何かこう表現力とかっていうのがちょっと見えてきちゃったので、はい、ちょっと写真を撮ってみようとか、うん、ちょっとこれ、まあ、自分でちょっとあのフリーペーパーみたいなのを出してみたらどうなんだろうと思って、うん、本当にちょっと自分のポケットマネーでやるっていう、そこから始まってやめられなくなりました、うん、なんかどんどんできるようになるんですよね、うん、やってみるからそこまで行かれたんですね。素晴らしいです。彼女はもう本当になんかもう最初はもう怒ってましたけどね、うん、お母さんとこう会話する顔を見てるといつも怒ってるなって感じだったのが、だんだんこうなって今実はこんな感じなんですよ。かわいい。カメラの方とか、こっちですかね、笑顔が素敵な感じになって、すごい違いますよね、はい、皆さん鼻の下を伸ばしてるんじゃないですか。はい、こうやって笑顔ができるようになるんですよ。素晴らしい感じがしますね。はい、もうちょっと AKB みたいな感じで撮ってみようと思って、ね、はい、うん、まずはまあ本当に子供も変わりながら親がモデルになるべきなんですわね。そうですね、だから、うん、あのお母さんたち、うん、お父さんも習ってる人は実はいるんですけど、あのお母さんたちが結構多いクラスもあります。あ、そうなんですか。そうするとですね、面白いですよ、うん、あのお子さんはそっちのけで、お母さんたちが真剣に私に習おうとするっていう、あのどっちが主役かわからないっていう、うんうん、でも、ね、楽しいクラスにはなってきますね。だから本当に世の中この偏見のない社会を作るっていうことが本当に大事なんですよ ね、うん、すね、はい、はい、そしてですね、ちょっと今日おとなしくしていらっしゃいます勝俣理事長、アニマルセラピーね、いつでちょっとアニマルワールドカップ、はいはいはい、私たちも一緒に出るんですけど、はいはい、ちょっとだけ久々お話を聞かせてください、ね、はいはい、今のね高木先生のねお話ね、うん、もう素晴らしいお話でね、はいはいはい、私も実はすごく応援してまして、うん、ありがとうございます、ね、まあ、前ねちょっと北海道の生き物係っていうところのお話をしたんですが、あの時もね、はい、障害者の方々が動物を介在して、はい、自分の好きな動物を世話することによって、そして自分が何て言うか自信を持って、うんうん、でウォーキングじゃありませんが同じようにそういうね、一つの活動をし始め、うんうんうん、ね、で世間 で最終的には一般の就職枠で、うんうん、立派に受験をして受かると、はい、ここまでね、実は高木さんとも就労活動をね、はい、なんかそういうふうにそこまで行けばすごいなと思ってます、ね、うんうん、そうなんです、うんうん、で私もそういう意味で共通点があって、はい、で我々は動物の、ね、世界にいますから、はい、だからその犬とか猫だけじゃなくて、うん、いろんな動物がやはりその、まあ、そういう障害者の人たちも含めて、いろんな我々、ね、うん、一応健常者と言われている我々に対してでも、うん、非常にそのなんていうかな、心の癒しだとか、うん、それからいろんなことを教えてくれる、うん、で生き物っていうのは
やっぱり命の大切さとかね、心の豊かさも含めて、はい、うん、そういったことを通じてこういう方々がただウォーキングだけじゃなくて、はい、今後はそういうあの生き物、はい、要するに命というものを通じて、うんうん、それも一つねアイテムにこれからね高木先生には入れていただいたらどうですかっていう話をしました、うんうん、でこのアニマルセラピーは子どもたちも大人もお年寄りも全部に共通して言えることです、うん、これはもう全てです、はい、ね、うんうん、ですからこれを事後に先生乗りますよ企画ページ作ってる、そうそうそう、うん、ね、まあ、そんなことをね、はい、で実は来年、うん、まあ伸びてるアニマルワールドカップね、はいはい、まあ、これ、はい、まあ、その前に花村学園のこれがありますからね、はい、あ、ごめんなさい、これがあるんですが、はいはい、実はこれが無事、12月の26日終わったら、はい、今度は来年、ここに花村学園がまた登場してくれるんですね、そうなんですよ、ここに出てますが、はい、幻の今ね、お任せやれ、その時に実は、高木先生には実はお手伝いしていただくんです、うん、実はその子たち、うん、何人か連れてきていただいて、はいはいはい、ワンちゃんと一緒にウォーキングを舞台でしてもらう、ファッションショー、ファッションショーでもやってもらう、これ素晴らしい企画でしょ、うんうんうん、ね、ですから来年ぜひよろしく、はいはい、一つお願いします、おそらく初めてのことだと思いますよ、はい、世界中でも初めてかもしれませんよ、少しずつ海外進出ですわ ね、はいはい、 もうね、もう英語を勉強しなきゃ、うん、本当ですよ、みんな英語先生にいるわ、ね、はい、はい、本当にこれから楽しみですわ ね、 ね、はい、まあ、そういうことでね、はい、今回ね、縁がございまして、はいはい、一緒にね協力していただきながら盛り上げていこうと、はいはい、で我々もそういう子たちを応援しながら、ね、はい、みんなで、ね、いい社会を作っていこうということが、はい、ね、大事です、まあ、それこそ人とペットの共生ですね、ということで、はい、一つよろしくお願いいたします、こちらこそよろしくお願いします、本当に、はい、私たち のスポンサー様でもありながら、うん、風天のかっちゃんなんでございますわ、はい、はい、風天のかっちゃんも全国どこでも行きます、はい、マリコ先生もこれからもよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、時間はすぐ過ぎちゃうんですが残念ですが、はい、ここまでの時間となりますので、本当に今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、遊びに来てください、はい、はい、それではこの辺で今日の2曲目をお届けしましょう、本日の2曲目は一のシーン、よろしくお願いいたしますわ、はい、はいはい、では本日の2曲目はこちらも花村学園の公演でご紹介する神谷由里でミントキャンディーメモリーズです、はい、花村の公演では桜井凛役の高月美優ちゃんが爽やかに歌い上げてくれます、そしてこれもゆり子先生のオリジナルなんですね、まあ、いやで私って天才ですまさに天才ですね、はい、ない、それでは神谷ゆりでミントキャンディメモリーズお聴きください、始めましょう。毎月テーマが変わりますのよ。さあ今月のテーマは花村キャストと、もしも無人島に行かねばならないとしたらあなたは誰を選びますかという企画です。2つのパターンで言っていただきますわ。1、いずれかは戻れる期間限定なら、はい、2つ目はずっと無人島で、
帰れない、戻れないならですわ。なるほど、はい、永久就職、そうですわ。なるほど、好みのタイプで選ぶのか、生活力で選ぶのか、ただ面白そうだからで選ぶのか、そしてなぜそのキャストになったのか、ゆり子聞くのすごい楽しみなんですわね。いいですか、皆さんしっかり聞いちゃいますよ。はい、はい、それではまずは一のシーンからいきたいと思います。もう発表しちゃっていいですか。はい、お願いします。近い、マイク近いです。はい、期間限定なら、はい、椿役こと、ゆうさんですかね。はい、これはあの普段から仲良くしてもらってるのもあって、うん、ちょっとまあ短期間ぐらいだったら、まあ、付き合ってあげようっていう先輩なんですけど、はい、まあ期間限定だったら、まあ、仲良くできるんじゃないかなという、うん、はい、じゃあ永久だったら、永久だったら、孝太郎役のパグマくんですかね。あ、いなくなっちゃったわよ。なんか前回の放送の時に、なんか期間限定だったら、うん、一ノ神って言ってくれたみたいで、うん、なんか長期間はちょっと嫌だって言ってたんで、うん、嫌がらせみたいな気持ちですよね。ずっと一緒にいてやろうっていう、うん、それで孝太郎くんです。あ、なるほどね。なんで悲しい理由なんだろう。でもいいかも、もしかして。あ、ちょっと蘭子先生怒っちゃいますけどね。あ、そうですね、蘭子先生です、もちろん。バーが待ってますからね。そうですよ、うん、はい、じゃあ次はですね、うん、はい、うららちゃん、はい、はい、期間限定なら、うららは期間限定なら、うん、竜兵様でーす。ほー、はいはいはい、竜兵様です。はい、はい、そして、はい、一番人気の竜兵さんですね。こちらです。なんでなんでなんで、竜兵様と痛いからっていうのと、うん、なぜ期間限定っていうと、うんうん、やっぱり長期間いると不良な部分が出ちゃうんで。あ、なるほどね、はい、なるほど、ボロが出ない、ね、ボロが出ないように短期間です。じゃあそんなうららちゃんが選ぶ永久に戻れないならば、永久に戻れないならクララお姉ちゃんです。おー、もちろん、もちろん、結局ね、もちろん2人で不良な部分を出しながら、うんうん、ちょっと竜兵様を手に入れるための作戦会議をしたいと思います。でも永久にいるんですわよ。帰れませんよ。お姉ちゃん頼って帰るので。なるほどね。なるほどね、なるほど、まあまあ、まあ、優等生的な、ある意味優等生的な答えですからね。自分の持ち味をすごく理解した答えでしたね。はいはい、では、はい、来ましたわよ。あ、私ですか。吉野先生、吉野先生、めちゃくちゃ面白い。吉野先生、ね、人気だったんです。面白いことしかない、期間限定に、本当にいつも面白い、2人引き返して、はい、いつもこうやってパワハラ受けてるんですよ、はい、僕あの。じゃあ期間限定聞いて差し上げます。はい、期間限定は、はい、うん、沢田優くんですね。なんで？理由は、短期間と言った理由がちょっとありまして僕がズボラなんで、多分そのうち切れられるんじゃないかなと。うんうん、年はちょっと僕の方が上なんですけど、うん、あのしっかりしてるから、めっちゃわかる。そう、なんかそのうちなんか立場すっごい逆転してそうな気がして、うん、なんか俺が敬語使ってそうなんで。あ、なでもなんかしっかりされてるし、うん、やっぱ喋るの面白いんで。うんうん、で、短期間ですね。はい、短期間なんですか。うん、おいおいお、じゃあ、はい、それでは、はい、一番結構人気だったお塩先生が永久に戻れないならばを誰が選ぶんでしょうか。戻れないな、これ男女で行ったんですけど、ね、今回男でいきます。もう女性はちょっとあの、よりも男性でちょっと今回は発表します。でも人類繁栄にはね、ね、ちょっとね、うん、はい、永遠だった場合、はいはい、一郎神です。イエーイ、めっちゃ喜んでる。ただ一個だけいいですか、一個だけいいですか。永遠だったって言った理由はもう生きるの諦めてますから。もう打ち上げ花火みたいに。あ、そういうことか。頑張れ、もう、もう生き残るというよりも楽しく過ごそうっていう、そうですね、意味で、うん、一郎神ですね。なるほど、なるほど。あのね、私最初ね、はい、ゆり子も1回目の時は、はい、あの一ノ神を選んだんですよ。ごめんね、椿くん、なんで理由か、何が理由かって、意外にね、一つのところに根付くんですよ。そうなんですよ。あの、うん、歯医者さんとかね、接骨院とかバイトとかね。歯医者さんはじゃ記憶にないです。例え、はい、無人島にも根付いて暮らしていけるのかなと思ってたんですけど、この間、もうやめました。この間ね、椿くんちょっとね、うん、キュンキュンポイントがあったんでね、やっぱりね、あの愛されてるし、椿くんに変えます。ありがとうございます。はい、いつでも楽しませますよ。人気者じゃないですか。ゆうこ先生、それ誰にでもしてますよ、そういうこと。え、何、ゆうこ先生、急にネガキャン始まりましたよ。え、何、何、つばきくん、そういうこと誰にでもしてます。え、なんでして、つばきくん、なんでしてない。どっからの情報これ。はい、それではですね、はいはい、
この間椿くんはあの12月に出演した時聞いたんですよ、はい、これね、はい、なので、ね、今日はちょっと話題を変えてですね、はいはい、最後に椿くんはなぜゆり子を好きになったのか、はい、なんか自分なりにねきっかけを作ったと聞いたんですよ、はいはい、皆さんも聞きたいでしょ、聞きたいでしょ、聞きたい、はい、じゃあそれをぜひお聞かせください。はい、ですね、あのどこまで話していいかわからないんですけど、うん、瀬戸椿くんは、うん、あの瀬戸コーポレーションっていうところのすっごい大きな会社の御曹司で、まあ小さい頃から何でも手に入る青年だったんですね、うん、少年で、それで、うん、まあ育ってきて、で実は学校にもファンクラブがあるみたいで、うん、瀬戸兄弟の、うん、樹も含めて弟の、うんうんうん、っていうのもあって、うん、すごい何でも手に入れてたんですけど、うんうん、一つだけ手に入れなかった、入れられなかったのが、うん、ゆり子先生で、うん、で一番最初の入学式の時に、うん、まあちょっといろいろありまして、うん、僕だけ一人で外にいたら、うん、そこで手を出してくれたのがゆり子先生でっていう出会いがあるんですよ、うん、でじゃあこの人も結局自分のことを好きでそういう風になるんだろうなと思ったらなびかなくて燃えたっていう、で今僕は2年生なので今2年間この恋を頑張ってるんです、おーっていうのが瀬戸椿くんです。おーやるじゃねえか、ねえかっこ棒みたいなのやめろ、っていうのをがんあの設定をすごい練って練って、うん、どうですかって、うん、そう、なんか自分のキャラクターをこうやってすごく考えてくださるってすごいゆりく嬉しくって、はい、なのでそれがどうなるかは本公演でのお楽しみですわよね。そうですね、それがそうなんですよ、どうなるか知ってるか、知ってるか知らないわよね。はい、ね、掘り下げて、ちのしん聞いてますか。ちょっと聞いてなかったはい正直正直何ですか、聞いてましたか。はい一瞬の間、はい、そうなんですよ、だからね本当のこと言うと、じゃあ後で連絡しますね、 LINE 入れますね、はい、LINE に入れますね。伊藤先生、そんな本公演はいつにあるんですっけ。はい、12月26、27日ですわよ、うん、はい、チケットはなんて調べたら大丈夫ですか。はい、配信もあるし、ちょっとコロナの怖い方は配信もあるので、はいはい、ぜひぜひ穴村学園の、はい、ホームページでチェックしてください。いいこと言ったわね、ありがとうございます、はい、でもみんな多分気になってると思います、うん、そんな、うん、今日一番人気の椿くんを見に来たいと思ってますし、はい、きっといろんなキャラクターの絡みとかがきっと、はい、あの竜兵様っていう元宝塚の如月蓮さんのことももちろんですし、注目の12月26日27日ぜひ今ググっていただけると嬉しいです。もうチケットは買っていただいたと思いますね。はい、そしてクラウドファンディングは本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、みんな今一生懸命70万円集まりましたからね、はい、みんな一生懸命稽古をしておりますので、ぜひぜひ皆さん、会場であの気をつけてお会いしたいと思います。ダメな方はね、ちょっと配信の方でぜひぜひ見てくださいませ、はいはい、ということでね、はいはい、あのいろんな愛がありますが、皆さんぜひお楽しみにしておいてください。はい、楽しみに。はい、ゆりこはねこの皆さんのねハッピーな、そして新しい一面でとってもまた幸せな気持ちになりましたわ。ふふーふふーふふーふはい、それではもう早いものでお別れの時間、そんな時間ですか、早いな、はい、はい、お便りは今日は今違う、はい、いただいてませんね。はい、じゃということは来週のキャストのご紹介ですね。はい、お願いします。誰だ、北海道竜兵の北海道竜兵様、そして次は竜兵くんのママ北海道スノエ役の花めぐみです。そして次は私、二宮カレン役、原田修が遊びに行っちゃいます。お楽しみに。何かを開いて、ゆうです、ゆうです、よろしくお願いします。続いては、はい、Bステージ、ゆめが演じる白鳥美香です、よろしくお願いします。続いては、花村学園一の元気娘、ここは演じる大倉ひとみです、よろしくお願いします。はい、来週は豪華花村キャスト、竜兵くん、カレンちゃん、そして園江ママさん、 D ステージのすみれ、みかりん、ひとみの皆さんとなります。はい、本公演の前の今年最後の放送になるんですわよ。来週がですね。そうなんです、来週はね、皆さん言い残したことはございませんか、うん、はい、ありませんか。そうですね、やっぱ、はい、
来週出られるカレンちゃんと竜兵様、うん、すごく竜兵様はかっこよくて、うん、カレンちゃんはすごく可愛いんですよね、うんうん、ニューヨークから帰ってきて、うん、久々に再会するってストーリーなんですけれども、うん、その2人の掛け合いとかぜひ来週楽しみに聞いていただけたら嬉しいなっていう風に、うんはい、カレンちゃん狙いですもんね。もうカレンちゃん本当に可愛くて、おいおいおい女子2人いるのにね、収まれ可愛くてもすごい大事な楽しみです。はい、それでは本日の授業はここまでとなります。はい、早速お願いします。はい、それでは皆さん気をつけレイ、ありがとうございました。ありがとうございました。本日ご出演のキャストの SNS はこちらになります。ありがとうございます。また番組へのご要望お便りどしどしお待ちしております。それではまた来週豪華キャスターの12月20日日曜日8時から花村学園でお会いしましょう。それではバイバーイ。